バレニクリンとは、アルファ 4β にニコチン需要体の部分、作動薬作用で、ニコチンよりも弱いニコチン需要体への刺激作用を持つ。日本では、商品名チャンピックスで、ファイザーが販売する。適用は禁煙の補助である。アメリカ合衆国では、商品名チャンピックスで、2006年より販売されている。欧州連合でも同年である。日本の医薬品、医療機器等の品質。 有効性及び安全性の確保等に関する法律における劇薬で処方箋医薬品である従前の禁煙補助剤であるニコチンガム、ブプロピオン、ニコチンアンタゴニストなどとは薬理学的に異なる禁煙に対する効果は α4β にニコチン受容体の部分作動薬作用によって発現する刺激作用は部分的でニコチンより弱い ニコチン受容体を軽く刺激することで、少量のドーパミンを放出させ、禁煙に伴う離脱症状やタバコに対する欲求を軽減する。喫光作用は、ニコチンのニコチンニコチンによるドーパミン放出を抑制するので、喫煙による満足感を得られにくくする。バレニクリン主材禁煙薬構成、労働省医薬食品局は、チャンピックスに関する副作用を報告している。 チャンピックスの添付文書には使用上の注意として、めまい、警眠について書いてある。実際に意識の低下、消失など意識障害を起こし、それに伴う自動車事故が発生している。2007年11月、アメリカ合衆国食品医薬品局は、禁煙のためにバレニクリンを服用中の患者に、自殺燃料、自殺行為、キー行動、眠気を含む、 いくつかの重大な副作用が見られたと市販後調査で報告されたことを発表した。2008年2月1日、FDA はこの件について、チャンピックスと重大な神経精神医学的症状に関連がある可能性がさらに強まったと警告を発した。精神医学的症状がチャンピックスあるいはニコチン離脱症状と関係があるかどうかは知られていないとされるが、 それらの症状を呈した患者のすべてが喫煙を中止していたわけではなかった。また、FDA は医療従事者及び患者に対し行動や気分の変化について観察するよう勧告した。2008年5月、ファイザーはバレニクリンの医薬品安全情報を一部の患者において行動変化、激熱、抑うつ気分、自殺燃料、自殺行為が報告されていると改定した。 2009年7月1日、FDA は、抑うつ、自殺燃料、自殺行為を含む重大な副作用が報告されていることにより、バレニクリンを、同局の最も強い安全上の警告である、クロワク警告に移動した。日本でも、同様に警告枠に注意がある。禁煙補助役のバレニクリンは、死的、または非自死的な自殺や、自傷のリスクを上昇させないことが、 大規模前向き古法と研究の結果として示された。バレニクリンは、精神科の薬で2番目に自殺気水の報告が多い。自殺未遂報告も3番目の多さであり、パローキセチンの約8倍である。アメリカ食品医薬品局の有害事象、報告システムのデータから、殺人や暴力といった、互い行為を同定し、2位の選択的セロトニン。 再取り込み阻害薬であるフルオキセチンの10.9倍を引き離し、バレニクリンが18倍と最も互い行為の危険性を高める薬であることが明らかになっている。2011年6月16日、FDA はバレニクリンについて、新血関係疾患を持つ患者では、ある種の新血関係副作用のリスクが少し増加することと関連する可能性があると安全情報を発表した。 2011年7月4日、4人の研究者が、カナディアンメディカルアソシエーションジャーナルに20盲検試験のレビューを発表した。その調査において、バレニクリンはプラセボに比べて、心血関係の重大な副作用のリスクを増加させることが発見された。5%以上の確率で出現する副作用のミッショス、以下の症状が出現した場合は、投与を中止し、適切な処置が必要である。 皮膚粘膜癌症候群、多形後半血管不守意識障害肝機能障害、横断日本では、2010年10月1日の、タバコ製造税前の2010年8月の段階で、毎月約7万人の患者がチャンピックスを使用し、9月は約17万人が使用、供給不足を懸念したファイザーは10月に、スタート用パックの出荷停止を発表し、2011年1月から、 供給体制を整えることとなった。チャンピックスによる禁煙成功率は全体で6割、中断せず5回の通院をした場合で8割から9割である。ファイザーの疾患系も広告 CM に起用された立広氏はチャンピックスによる禁煙成功者である。缶は40年間の喫煙歴があり、最盛期には1日あたり70本から80本吸っていた。 菅は仕事で忙しい中、禁煙外来を継続し、3ヶ月で5回の通院を成し遂げ、禁煙に成功したとファイザーは述べている。2010年をもって、タバコを止めることができた菅であるが、2012年に、ファイザーの禁煙治療啓発イベントに出席した際に、測定した肺年齢は95歳という数値が出た。しかしながら、菅によれば、 タバコの呪縛から自由になれるのが禁煙の素晴らしさで、ある禁煙後の間の生活は、目覚めが良く、肌ツヤの良さを言われ始め、ご飯と水がうまくなり、妻も喜んでいると述べている。ファイザー疾患啓蒙広告 CM 後継者のぬるみず、洋一は2012年2月からの禁煙治療を終え、25年間の喫煙への終止符を2012年5月に宣言したと、ファイザーは述べている。 ただし、医師が処方箋を出す、処方箋医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、第10章により、一般向けの広告が厳しく制限されている。ファイザーのチャンピックスを含め、製薬会社による処方箋医薬品の病気検電活動については、製薬会社の業界団体である、日本製薬工業協会が、 2015年1月6日にやり方によっては禁止される広告に該当する恐れがあると懸念を示しており記事広告やコマーシャルメッセージを含め好ましくない広告例を具体的に示して製薬会社に通知を出し自制を求めた。好ましくない表現の一例として薬で治せるようになりました。このような症状は疾患です。放置すると慢性化します。 または重症化死に至る恐れがあります。治療前後の過度な期待効果を視覚的、聴覚的に示すこと。具体的には、以下の説明を明示している。通知には好ましくない表現の事例が記載されているが、これは一例であって、類似の表現にも注意してほしいこと。疾患に対して、効果、効能を持つ薬剤が一種類しかない場合には、 疾病啓発が特定の薬剤の広告と誤認され、安いので十分注意してほしいこと。北里大学医学部精神科教授の宮岡人氏は、専門家や有名人が登場する疾患啓発広告も広告と割り切って見られるようにする工夫が必要だ。この機会にメディアと広告のあり方も検討する必要があると病気検伝を警告している。ありがとうございます。